皆さん、こんにちは。政策企画研究所、プロジェクトリーブ、株式会社、トライユーカの中島ユカです。中島ユカの、そこまでユうの時間がやってまいりました。よ<ョ>はい。今日はですね、えー、冒頭のですね、サムネイルに続いてですね、自由民主党のですね、えー、衆議院議員、杉田、あー、みお先生のですね、 あのー、2月25日の政治資金パーティーのフライヤーをお見せしております。とですね、杉田美代先生とは、えー、何年ぐらい前かな彼女が、あのー、まだですね、自由民主党からあ衆議院議員の選挙で、えー、比例区で出馬される前、浪人時代、 っていうあの時代があありましたけどあの友人を通じてですねあの彼女の、えー、ちっちゃなセミナーにですね、えー、お邪魔したというのがねきっかけだったんですけど私の中ではですねあのの人が本当の保守よねっていう,そ,う,いう政治家ですその当時私の中ではですね、えー、東京にあの住んでね、まあ、いろんな政治塾とかねいろんなこう政治を勉強してたんですけど実は。 えー、広島でね、洗脳教育に、えー、マっていた、従軍慰安婦と、南京大虐殺というのはね、あれは、真実だと、もう、あのー、洗脳されきってる頭だったんですけど、えー、みお先生にですね、お会いしてた一番最初のファーストコンタクトの段階では、まだ私、洗脳されてた側の人間だったんですね。で、彼女の本読んだら、 次から次へと、あれ、捏造だとかね、従軍慰安婦っていうのはね、制奴隷っていうのはあれはないとか、いろいろ書かれてるんで、あの、洗脳されきった人間というのは、それはそうじゃないんだよ。要するに日本っていうのは、南京でそんな大虐殺をしたとか、それからそういう制奴隷だとかね、そういう行為は及んでいなかったと、捏造なんだっていうふうに、逆に言うと、それを聞いたら、 ああ、よかったって思うことが真実だと分かっても、にわかにはですね、心って平安じゃないんですよ。え、何あんた言ってんのっていうぐらい抵抗するんです。なので、一番最初に、えー、み先生にお会いしたときに、私の中では非常に抵抗感があった政治家だったんですね。 でもあの、それからね、あの長い本当にあの年月で、えー、彼女とあの一緒にご一緒させていただくこととか、まあ、いろんなあのシーンで機会があって自民党という、えーまあ、最大の,、ね、あの与党の,、えー、あのこうコンテクストの中でですねやはり相変わらず私の中ではあ本当の,あの保守。 という政治家のお一人です。はい。ということでですね、2月の25日、永田町にあります憲法記念館で、美代先生の政治資金パーティーがあります。パーティー券というのはですね、1枚2万円と、少々あのお高くはありますけれども、生のね、美代先生に、やはり一人でも多くの方に会っていただきたいなと思います。で、あの、ツイッターとか、 あの、わけのわからない SNS でね、えー、杉田美穂さんをですね、あの、非常にあの、鼻から叩く人たちっていうのが、あの、いますけど、私いつも思うんですよ。あなたたちって、生の、あの、杉田美穂さんに会ったことないでしょっていうのがね、すごくあるんですね。はい。で、やはり、あの、人間というのは、実際に、 会ってみないとあのその肌の感覚とかね雰囲気とかそういうものをやはりね見てみないとあのテレビとかモニターでね見る雰囲気と人間というのは全く違いますなのであのそういうね色眼鏡して見てんじゃないよっていうのがねすごくあのあるんですけどまああの一人でも多くの方にですね、えー、彼女の、えー、政治資金パーティーの方に、えー、お越しいただけたらなと思っております。 まあ各々私もあの当日は会場の方におりますのでぜひ、えー、あの皆さんとお会いしたいなと思っております。では皆さんまたお会いしましょう。